パチキキせいせいせい。あの前回前回ですね、はい、甲子園の優勝した後の話というのをやったんですけれども、はい、まあ、見事に旋回再生を超えたということで、はい、1年後の話をしていこうかなと。まあ、1年後どういうことかと言いましたら、はい、高校野球を J ビッグマンですね、はい、見事全国制覇しまして、はい、そこから1年後、はい、君はどうなっていたのか、はい、これ気になる方多いと思うんですよね。うん、言うなら甲子園を優勝した後の1年後っていう自分はどうなってるのか、うん、まあ、それを今日動画にしていきたいかなっていうふうに思うので、はい、まあ、この時点で、この動画がちょっと面白そうだなとかそういうふうに思う方がいましたらチャンネル登録とかをよろしくお願いいたします。いきます。タシキン、タシキン。まあ早速なんですけれども、はい、まあ、あの甲子園を優勝したあの時っていうのは多分あなたが赤石に入るまで一生忘れない記憶だったと思う。そうですね。まあ野球を続けていたのか続けていないのか、ジェビ君はまあ動画でも言ってますけど、はい、大学野球をやってたんですもんね。はい、やってました。なんで間を置いたんですか。まああんまり僕らもその大学に行った時はこっちに帰ってきたりとかした時にちょっとね、まあ、僕はちょっと家が近かったんでご飯行ったりとかはあったんですけど、甲子園行って大学行ったら俺は経験したことないけど甲子園ボーイっていう言い方をする。ああ、確かに良くない言い方じゃない？うん。なんかそれは俺すげえ思うんだけど。うんうんうん。まあ行っちゃったからしょうがないんだけどさ。他は行けてないんだし。いや、まあいいじゃん。ブランドとして。まあね。まあ、ね、大学でどうだったの？やっぱり。まあ嬉しいことに。うん、1年生春からリーグ転落させてもらって、逆にこうじゃあ1年後さ JB たちの下に誰がいたかって言ったら言うたら野村とか、はい、平沢君、はいはい、そこら辺の代理になってたわけじゃない。そうだ、1年後まだ県営球場に行って声かけられたりします。ああ、一回そうだ、夏の大会見に行った時にあったね。あったの？やっぱ分かるんだ多分。写真撮ってくださいとか。なんか俺思うんだけどさ、県営に行ってさ、なんとか君ですよねって相当なファンだと思う。確かに。言うたらさ、もう自分の感覚では、もう一生味わうことができない感覚。うん、もうこれはマウンドとかじゃないんだけど、うん、甲子園に出たから、甲子園に出た人がすごいっていう感覚になれないじゃん。あー、まあ確かにね。わかるでしょ、この感覚。うん。だからさ、ほんと、馬鹿にしてるとかそういうことじゃなくて、甲子園に出たのよ。すげえ甲子園出たのって言ってくれるじゃん。うんうん、え、甲子園行ったのとか言われるんだけど、うん、行ったんですまあ行ったんですよ。そう、うん、だからすごいさ、言うたらさ、で優勝メンバー、うん、優勝メンバーよ、うん、そうね、すごいよ、優勝メンバーすごーいってはならなくないもうならないね。ならないよね、俺らはね、うん、そう。でもさ、他の人が来たらさ、そう思うじゃん、うんうんうん、その感覚を俺は味わいたいんだよ。そうだったでしょ、うん、甲子園優勝してさ、他の人たちに会った時とかにさ、俺の友達甲子園優勝したやつメンバーなんだよって言ってくれる人とか、うん、いるわけじゃん。いる。そんな、いや、そこまでって、そこまでそんなにっていう気持ちになると思う、うん、なった、うん、なるよね。別にだってそんなね、うん、まあ一応ぐらいの。そう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 、そんなにこれが仮にね、はい、JB がバチバチ投げて、うん、放って、うん、プロ行ったんだったら、うん、そうやってほしい、うん、そうそうそう、なら分かる、ね、そう、うん、で逆にそこでなんかブワーって盛り上がられても、うん、こっちはなんかそうなんですよねなるし、はい、俺ね一個下の代のせいでね、あらそうだって何優勝したせいで、うん、霞んで見えてるんだよそれもしょうがねえよ。いや、しょうがなくねえだろ。一緒なんで優勝したの？いや、しょうがないですしたくてできるようなとこじゃないでしょ、あれも。最近でもさ、言うたらさ、その本当にありがたいことに野球知ってる方だったら、ここどこ出身だったの？花咲徳栄です。徳栄みたいな。うん、マシはベンチ入ってました。ベンチ入ってた？すごいって言ってくれるんだけど、うん、わかるんだけど、じゃあさ、あの全国制覇したら上田よ。そんななんか野球知ってそうな感じで喋ってて、うん、ね、じゃ あの優勝者代だったら上田あの高橋光也の違う違う、だ優勝者代のはいはい、高橋光也高橋光也高橋高橋あ、左の太もも戦車のやつか光也にするやん、よく知ってるやん、でもそいつそこまで知ってるのに、なぜそっちにすり替わるの。でもそう、それは仕方ないでしょ。だから俺いつも言うんですよ、うん、1個下は全国制覇しました、はい、でも僕らの代は春と夏に行ってます、うん、なるほどね。タシキン、
バシキン。続いて一個下が甲子園で負けた時とかっていうのはやっぱなんかこう負けを経験しなかった夏じゃないですか、うん、負けた時っていうのはなんかこう悔しい気持ちっていうふうに思うんですかね。ちょうど一個下の甲子園の時は大学のもう関西遠征で関西いて、多分見てたんだけど、やっぱまあ2連覇は難しいんだなっていうのが一番あって、まあそうですよね。なんかそう考えたら大阪ポイントどえらいですよ。確かに確かに確かにってどういうことなんですか。なんかやっぱ僕ら今でもやっぱその母校のね、まあ、応援には行ってはないですけど、見には行かないですけど、うん、やっぱこう今携帯で見れますから、うん、携帯でこう見てるんですけど気にはなるんですよね、ちょっと照れくさく、別に俺そんなガッツリ応援してねえかとか言いながらね、左手に持ってるスマートフォンには、はい、あのバーチャル高校野球が映ってるっていう感じですけど、うん、連覇の仕方を知ってるわけですよ。確かに監督やればいいじゃないですか。なんだよ。まあでもうちの代のショートは監督やられてます。あー岩瀬くんね、今あの監督やられてますからね。やっぱでもそういうのなんていうの、のは教えられるんよね、価値観っていう。確かに経験してるから、そうそう、本当経験の差ってすごいでかいからね、マジで。タシキン、タシキン。まあ続いて最後なんですけれども、うん、正直に答えてくださいこれは、はい、ぶっちゃけ、はい、僕らの代とかから、はい、なんかお前らの代が甲子園に行けたのは砂脇とか清水とか、まあ、西川真奈とか、うん、そこら辺俺らの代が育てたからお前らが行けたんだよって言われた時、はい、黙れよ優勝してねえんだからって思いました。いやそれは思わない。全然思わない。そんな別に悪く思うことはない。さすがにね、さすがにね。むしろなんか逆に、うん、上の代から、うん、なんていうの、お前らじゃ絶対無理だよみたいな、はい、甲子園も行けないよみたいな言ってた、言われてたから言ったもん。あ、言ったんだ。言った。正確に根拠もないくせに。でも確かにそんな力ないのかなと思って、うん、まあ、だから秋負けて春の選抜行けなくて、うん、やっぱ無理なのかなと思ってたけど、やっぱそういうのがあって、うん、なんで先輩方には感謝してますって言っときます。闇闇言ったらしい。逆にその時に俺がね、うん、それを言ったおかげで反骨心っていうのが出てくるわけですよ。まあまあまあね、反骨心を俺は出させたくて、うん、最後にみんなに、まあ、かっこつけろ、もうこの胸にこれを一発いったわけですよ、はい、殴ったんじゃないですか。違いますよ、そういう感じで、うん、その言葉を投げたわけですよ、うん、正直言ってほしかったですよ。やっぱり先輩って一個上かもしれないですけど、どうしてもやっぱ一緒に関わった時間が長いですから、うんうんうん、同級生の次に長いじゃないですか、うん、だからやっぱり行ってほしい気持ちがあって、うん、でもなんかそう18歳の自分は照れくさくて言えないんですよ。頑張れよお前、俺らの分まで行ってくれよ。きっちりよ。それは見たくないわ、ちょっとできる。いやできない。マシや俺らがベンチなのに。確かにね、間違いね。タシキン、タシキン。まあということでですね、本日1年後の話ということでですね、結局決断で言いますと、はい、後輩が羨ましくなるっていう話だったんでございますよ。はい、うん、これはじゃあまたね、再生数とかね、はい、皆さんコメントで多く やりましたら、このシリーズやらせていただくので、皆さんチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。